2008年卒業の西川千里です。航空会社のピーチで、マーケティング企画部というところに属してまして、航空券のプロモーションとか、あとはピーチ自体の認知を高めるためのイベントだったりとか、あと SNS とか、旅くじとか、そのあたりを運用しています。大学選びの時に迷ってて、で先生からここは英語教育昔からすごく有名でしっかり教えてくれるし、そこが大学できたから受けてみへんかって言われたのが最初で、で受験して、合格しました。多分2月ぐらい受験したと思います。はい。1社目の会社では全く英語を使わず、で2社目の今のピーチで、入社して1週間後に香港出張ですよと言われて、資料も作ってね、英語で作ってねって言われて、でもちろん説明も英語でしないといけなかったんで、今更できませんが言えなくて、その時は受話訓で培ったそのパワーポイントにまとめる技術だったりとか、人前で喋るとか、あとは英語のその英語で説明する時のポイントとか、ゆっくり話すとか、ちゃんとアイコンタクトするとか、そのあたりをこう気をつけて、最初の香港出張した記憶があるので、やっぱ使っていくことで英語の力身につくし、間違ってもいいから人と話して会話をすることでその人から学ぶこともできるんで、まずはやっぱり基礎を勉強した上でのアウトプットが大事かなと思います。はい。常に自分が目標に向かってる感を出したいっていうのがあって、何かっていうと、なんかワクワクしてたいなっていうのがあります。で、生きてる時間ってみんな有限なので、その時間でどんだけ楽しめるかとか、どんだけその気持ちが高い時もあれば低い時もあると思うんですけど、そのなんかこう生きてる実感みたいな、楽しいと思ってるとか充実してるっていう時間をやっぱり過ごそうと思うと、何かに対してこう進んでいるとか、目標に対してチャレンジしてるとか、できるようになったことっていうのを自分で自覚する時が多分なんかこう楽しいっていうか、生きてるなっていう気がするので、企業に勤めてると、役割をこなすだけで、いいですと、もうそれが組織っていうもののあり方ならそれでいいんですけど、じゃあ自分一人で何か人の役に立てますかってなった時に、まだちょっと未熟だなと思うので、自分だけで自分の力で何か人に役に立てて、かつそれがこう、世の中のためになるっていうことをしたいなって今思ってて、やっぱりその人生の目標として何かしら一つ成し遂げたいっていうのがあります。毎日毎日同じことの繰り返しかもしれないけど、必ずレベルアップしてるし、前に進んでるし、昨日の自分よりも絶対にできることは増えてるはずなので、しんどくても諦めないこと、先生の言う通りに、しっかりついていくこと、そうすると4年間もしくは2年間経った時に、自分が思ってもみない景色が見れることがあるので、それまで、騙されたと思って勉強頑張ってください。